2024年11月10日午前9時半前の高松空港です。令和6年度中国四国ブロック緊急消防援助隊合同訓練の開催に伴い、近県の防災ヘリが集結すると予想したので、その模様を撮影に来ました。この動画は訓練2日目の9時半前から撮影したもので、高松空港から訓練場所に向けて防災ヘリが離発着するシーンです。高知県消防防災航空隊のレオナルド AW139 です。機体愛称はヨウムです。到着、着陸します。陸上自衛隊の多用途ヘリコプター UH-1J です。到着、着陸します。徳島県消防防災航空隊の川崎 BK117C2 です。機体愛称は渦潮です。出発、離陸します。
30分ほど前に到着していた高知県消防防災航空隊のヘリが出発します。出発して滝進具をします。離陸します。到着、着陸します。駐機場までタキシングします。Thank you.
30分ほど前に出発していた徳島県消防防災航空隊のヘリが帰ってきました。します。50分ほど前に到着していた広島県防災航空隊のヘリが出発します。出発して滝進具をします。離陸します。15分ほど前に到着していた陸上自衛隊のヘリが出発します。離陸します。
50分ほど前に到着していた徳島県消防防災航空隊のヘリが出発します。離陸します。1時間45分ほど前に出発していた高知県消防防災航空隊のヘリが帰ってきました。駐機場へと向かいました。55分ほど前に出発していた広島県防災航空隊のヘリが帰ってきました。駐機場までタキシングします。時刻は正午を回り、この日の訓練は終了しました。